ああ、もう一回来たぞ。おお、そうなんだ。まあ、それはそうだな。いろんなお客さんがいましたね。その人は傷ついた仲間が二人いたのだか、おもむろに遠投の腕をはめたのです。それからその二人を並ばせてから薬草を投げつけたのです。ああ、なるほどね。なるほど、なるほど。巨大な蛇や虫と戦っている姿が。おー。こいつ何なんだろう？なんか超能力持ってんのかな？あいつって。金預けとくか。あ、違うか。ここじゃないか。預ける。では。全部預けちゃうか。さて、じゃあまず書こうか。壊れない堀、壊れない外壁、あとはよし。じゃあ終わる。預けるものがないか。よし。さて、4回目の、冒険も、無事帰還することができますね、これで。おー、帰還だ。なんかやっぱりまだ、キー操作間違いますけど、少し慣れたかな？これでなんていうかゲームの時間がね、短縮できるようになればいいんですけどね。で、あの、ジョーグモだとかアメンジャだとか、あの辺は復活するんですね、やっぱり。なるほどね。学びましたね。まあ、アイテムさえあれば、あいつらも、まあ全然倒せるというわけですね。よし。これでお堀が、これで完成するわけか。なるほどね。やっぱり外側から作るっていうのがいいだろう。お堀が完成。あと外壁ね。さて、じゃあ、ホコリを作ってしまいますかね。よしやろう、よしやろう。お、なんだ？あれですぜ、兄貴。あいつらか。どうせ親分はぶっ壊せって言うに決まってますがね、ぐしし。あってなんだ。ああ、私の彼氏はあの子で決めた。なんだと。キララって言うんだ。まだ子供じゃないかよ。俺とあいつ、じゃあどっちがいいんだ。そうだ、菊千代だ。七人の侍だ。なんて素敵な名前なの。
なんか妙な展開になってきたな。はい。外壁を作ったと。まだ結構ありますね。もう次回こそは、中腹までカットかな。何言ってんだこいつマジで。何を、そうなんかじゃないよな。ああ、今日お泊まりか。そうかそうか。おお、そうか。膝の上に、はい。ああ、子供だな。なんだろう。うん、ガキンチョだな。ふう。さて、じゃあ今回はこの辺で切りますかね。そうかそうか。よし、今日客いないな、うどん屋。ねえ。あー、こいつは変わってないな。じゃあ、まあ、次回も、カットできるところだったらカットするっていう感じにして、何事もなかったら、中腹からスタートって形しますかね。はい、じゃあちょっと待ってください。中断するかな？じゃあ、番付だけ見て、終わりにしますかね。1位になったか。あ、やったやった。ようやく1位になりましたね。なるほどね。はい。結構時間かかってるんですよね。1時間23分58秒。まあ、休憩の間も、回しっぱなしなので、どんぐらいかな？ 20 分ぐらい休んでたかな。だからでも結局1時間ぐらいなんですよね。もう少し短縮したいですね。はい。というわけで、今回はここで切りたいかなと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。